春巻き。でかっ。でっけえ。こんなに大きかったの？春巻きと唐揚げですね。チーズ入ってる。これなんだろう、辛いのかな。辛いやつっぽいですね。いやー、授業チャンネルがですね、収益化されました。ありがとうございます、本当に。辛っ。めちゃくちゃ辛いよ、このソース。見ていただいた方ありがとうございます。4000時間ね、大変だと思ったんですけど、もっともっと全然時間かかると思ってたんですけど、意外と2月中旬で達成できましたね。チャンネル開始して1ヶ月いらなかったね。よかったです。まあ絶対4月には間に合わせたいなと思って、なるべく早めに動いといた方がいいなって言って2月にやったんですけど、まさかまだカメラとかも買う前に、ね、収益化ができるとは思ってなかったですね。この唐揚げもうまいよ。多分この生春巻きに使うんだな。あ、薄い膜になってるのね。このプラスチックのやつなのか春巻きのやつなのか分かんなかった。はい、いや本当見てくれたね、皆様感謝です。これで、でもカメラ買いましたんで、26万円ぐらいでしたっけのやつを2つ、アマゾンで残り2点ってなってたやつをね、早速、昨日生配信やってたんですけど、授業チャンネルのそっちの終了後すぐに買いましたんで。なかなかのね、初期投資額です。まだ色々と協力してくれる方はいるので、ね、スタジオを無料で貸していただいたりね、場所代とか。他にもね、装置貸してくれるとこがあったりしますので。本当にありがたい限りです。うちのソフトを無料で使ってくださいっていうね、そういうお声もいただきましたしね。ありがたいです。そして、英語講師オーディションがね、終了いたしまして、無事に。いや、よかったです。生配信ね、途中でネットなくなって切れちゃったんで、どうなるかと思ったんですけどね、よかった。アーカイブ残りました。切れちゃったんですよ、完全に。ネットが。で、もう一回ついたら、切れなくなっちゃったんですよ。だずっと黒い画面のまま、ずっと放送されてる。消すことができないっていう状況で、一体これどうすりゃいいんだってなってね。で、もうしょうがない。アーカイブ残んないかもしれないから、誰か画面録画お願いしますって言ってですね、いろんな人に募ったんですけど、なんか、できてましたね。僕の好評の部分は全部残んなかったですけど、そんなに悪くない形で終わってたんでよかったです。こんな味なの。チーズがすごいな。英語業界からしたらすごいことなんで、ぜひね、見ていただければと思います。もう
伝説的先生たちのねコメントですからね。春雨入ってんのかな、なんだろうこれ。無事トラブルはあったものの第2回成功させることができました。よかったです。もう第3回は生放送発表、いややらないようにしよう。今年またどっかでやりましょうかね。なんか年またいじゃったんで今回ね、あんままたがないようにやりたいなと思ってて、いやーよかったです。でも昨日本当に、ね、その接続が切れたのでかなりパニック状態になってて、もう終わってからもあーみたいな感じになってたんですけど、改めてね終わった後に残ってたアーカイブを見直したら、あこんな感じだったんだと思って、そしてうん審査員のね方々のコメントを改めて聞いて、あすごい状況だなと思って、この人たちにこんなアドバイスもらえるんだっていうね、英語講師だったらものすごいことですね。いやこれは食い切れんど、大食いみたいになっちゃってるわ、すごい量だな。辛っ。唐揚げ。唐揚げは後で食べるか。はい。という感じです。ぜひぜひ。授業チャンネル、そうですね。2月の最後の週あたりから、撮影は開始できると思うんで、まあカメラ届くと思うので、もうすぐ。で、メインチャンネルの方はちょっと、まあ入試問題の公表が多くなってしまって、それにあんまり興味がないって人は見ないかもしれないですけど、まあそれ以外のものもちょこちょこ出していきますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。見てください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.